はい、今回は今田美桜さん、現在24歳です。以前からね、やってほしいっていう DM いただいてたんで、この際ね、やらせていただきました。これドラマでね、有名になったツインテールですね、卒アルです。昔からね、ほら、可愛らしいんですよ。やっぱりね、有名人は性の経営がどうしてもね、女性の場合は頬の胸もいろいろ言われるんですけど、昔から可愛らしいですよね、この方。で、ツインテールね、これ。もうね、あの伝説の花壇の時のね、ドラマからヒットしたやつですね。これはやっぱり、今田美桜って言ったらどうしてもツインテールに思ってしまうんですけど、私だけでしょうか。まあね、体張ったことは昔からよくやって張りますよね。素晴らしいです。まあ、こういう画像検証あるんですけど、そんなのはわかんないですよ。成長するし。顔だってね、ちっちゃい時からちょっとずつやっぱ変わるし、まあこれは男性もなんですけどね。ああ、これ羨ましい。美女サンドイッチですね。変わるや男。脇フェチの方必見ですね。個人的にね、あの今田美桜っていうとどうしても低身長で綺麗くて可愛くておでこちょっと狭っていうイメージがずっとあったんですけど、そんなことを帳消しにするぐらい他がいいですよね。ああもうすごいです。綺麗すぎます、可愛すぎます。そろそろね、もうこんなしゃがれた BGM は黙ってね、集中していただきたいと思います。それではまた。